クリス・デバーはアイルランドで活動するシンガーソングライター。1986年にリリースしたザ・レディ・イン・レッドのヒットで知られる。本名クリストファー・ジョン・デイビソン。外交官だったイギリス人の父とイギリス王室の流れを組むアイルランド人の母の間にアルゼンチンで生まれ、マルタ、ナイジェリア、ザイールなどで子供時代を過ごした。その後、 家族は12世紀に建てられたアイルランドの古城を買い取りホテルに改造。クリスは宿泊客の前で演奏するようになり、母の旧姓、デバーをステージネームとした。1974年に A&M レコードと契約し、スーパートランプのツアーにサポートとして参加。 デビュー以来ヒットに恵まれなかったが、フィックスなどを手掛けたプロデューサーのルパート・ハインと出会い、1982年にアルバム、ゲッタウェイをリリース。前衛30位にチャートインし、アルバム1曲目に収録されている、ドントペ p ザ・フェリーマンがシングルカットされた。次のアルバム、マン・オン・ザ・ラインは、前衛11位を記録した。1986年、 ザ・レディー・イン・レッドを収録したアルバムイントゥ・ザ・ライトが全英2位の大ヒット。シングルザ・レディー・イン・レッドは全英1位、全米3位の大ヒットを記録した。ザ・レディー・イン・レッドは映画ワーキング・ガールやコメディ映画ドッジボール、ベイビー・ママ、日本のドラマ、ホテルなどで使われている。またサスペンス映画アメリカン・サイコではクリスチャン・ベール演じる主人公パトリック・ベートマンが ウォークマンでこの曲を聴いているシーンがある。2003年、娘のロザンナがミスコンテストミスワールドで優勝し話題となった。彼の代表曲となっているのはまだ無名だった1975年に発表された曲エースペースマンケームトラベリングで多くのアーティストによってカバーされ、また一方ではクリスマスソングの定番にもなっている。2007年2007年、 ありがとうございます。